カットライン。俺の名前はヒロシ、広告代理店デンデン2に勤務するサラリーマンです。常に締め切りに追われており、残業や徹夜もしばしば。正直きつい仕事ではあるけれど、俺はこの仕事にやりがいを感じています。それに頑張らなきゃいけない理由もできたんでね。ヒロシさん、お帰りなさい。今日は早かったのね。たった今、もうマリーに早く会いたくって爆速で仕事を終わらせて帰ってきちゃった。嬉しい。それじゃあすぐにご飯作るね。彼女の名前はマリー。半年前にお見合い結婚した愛しき妻です。マリーはとても清楚でおしとやか、それでいて気が利いて亭主思いのよくできた女性なんです。それもこれも育ちの良さってやつなんでしょうね。マリーの実家は大金持ちで、彼女は正真正銘の社長令嬢。四姉妹の末っ子で生粋のお嬢様が、なんでこんなサラリーマンの俺を選んだのかは分かりませんが、間違いなく言えることは、俺は妻にぞっこんラブだってことです。ただちょっと引っかかることもあって。え、今日も俺より帰り遅いの？うん、ごめんなさい。今日はお習字仲間に飲みに誘われちゃって。そっか、まあそういう付き合いも大切だよな。でもあまり飲みすぎるなよ。うん、ありがとう。大好きだよヒロシさん。俺も。別の日。え、今日も習い事行くの？俺久しぶりの休みだから一緒に出かけようと思ってたんだけど。本当にごめんなさい。今日は有名な茶道の先生が来られて教えてくれる日なの。だからどうしても参加しておきたくて。そっか。てかさ、書道とか茶道の道具、俺一度も見たことないけど、どうしてるの？え？道具は必要ないのよ。全部向こうで用意してくれてるから手ぶらでオッケーって最近の主流よ。ほーん、そうなんだね。なんか随分歯切れが悪いな。と、こんな感じでどこか腑に落ちないことも多々あったのですが、それでも俺はマリーとの幸せな日々を疑うことはありませんでした。そんなある日。よっしゃー、終わったー。わっ、なんだよそんなに急いで。今日いいことでもあるのか？文太よ、よくぞ聞いてくれた。今日はな、我が愛しのマイスイートハニーの誕生日なんだよ。こんな時くらい急いで帰ってやらないと悲しむだろう。ってことで早退するわ。かあ、羨ましい。俺にもその幸せ分けてくれよ。いいかい文太くん、幸せってのは待ってても訪れないんだぜ。人生は一度きり、後悔すんなよ。ちょっと何言ってるかわからない。ああ、それ俺のセリフって。こんな話してる暇ないんだった。じゃあ悪いけどお先。おう、お疲れさん。なんか嫌な予感がするんだけど、あいつ大丈夫かな。マリーのやつきっと驚くぞ。今日はサプライズで早く帰宅するんだからな。ケーキも買ったし完璧完璧。天使ちゃんの喜ぶ顔を想像し、終始にやけながら二人の愛の末と向かっていると、我が家のベランダに何やらうごめく黒い影が。あ、マリーか。いや、それにしては身長が大きいな。ああ、もしかして、泥棒。愛しのマイスイートハニーが危ない。今助けに行くぞ。うおー、俺は世界新記録を塗り替えるくらいのスピードでエレベーターまでたどり着きました。しかし、くっそ、なんでこんな時に点検中なんだよ。仕方ない。さらに階段を驚異の4段飛ばしで一気に駆け上がりました。ついた。待ってるよマリー、今助けてやるからな。そうして俺は犯人に気づかれないように静かに家の中へと入りました。すると。はい、みっちゃん、お待たせ。おう、サンキュー。風呂上がりのビールは最高だな。今日も楽しかったぜマリー。え、ちょっと待って、これって
やっぱりそういうこと。うわー、マジか。信じたくなかったけど、今思えば疑わしいことばかりだったな。やっぱりあの時のあの名前は。それは今から1ヶ月ほど前のこと。たらいまー、あー楽しかった。マリー、こんなに遅くなるなら連絡してくれよ。何かあったのかと思って心配するだろう。ごめんね、心配かけらって。でもそんなに思ってくれてマリーとっても嬉しいよ。おいマリー、ちょっと飲みすぎだぞ。大好きだよみっちゃん。ああ、俺も大す。あ、みっちゃん、今みっちゃんって言った？ヒロちゃんじゃなくて。な、マリー、みっちゃんって誰だよ。嫌な予感がした俺は、いけないことだと分かりつつ思わず妻のスマホを手に取りました。しかしロックが二重にも三重にもなっていて突破できませんでした。なんでこんな厳重に管理してるんだよ。簡単に稼げる副業並みに怪しいんですけど。まさか浮気。いやマリーに限ってそんなことあるわけない。俺は妻を信じるぞ。そう自分に言い聞かせていたのですが、結果はこのざま。さらに、うちの父親マジうざくてさ。マリー、遊んでばっかいないで、いい加減お見合い結婚でもして落ち着いたらどうだ。結婚しなければ小遣いもなし、門限も決めるからな。って言うんだよ、ありえなくない。はあ、それ厳しすぎじゃん。お嬢様も大変なんだな。でしょ、お姉ちゃんたちとは違って私は自由でいたいの。それで自由を得るために偽装結婚したってわけだ。え、偽装結婚？そういうこと。しかも旦那はめったに早く帰ってこないからやりたい放題。亭主元気で留守がいいってやつか。そうそう、所詮あの人は私にとって単なる都合のいい ATM なの。ATM だと。ようやく掴んだ最愛の人との幸せな暮らし。将来は子供にも恵まれて、その頃には仕事も独立、時間にも余裕ができて、家族で幸せに暮らすなどという、俺のささやかな夢はもろくも崩れ去ったのでした。もういい、これ以上夢見るヒロシじゃいられない。お前ら覚悟しろよ。そうして俺は足音を立てないようにベランダに接近し、そのまま内側から鍵を閉めてやりました。ん？何の音って、なんでいるのよ。どうした？よう、お二人さん、よろしくやってる？ヒロシさん、これは違うの、誤解よ。誤解ね。どの辺が？彼は、そう、茶道教室の仲間で。はじめまして。すみません、なんか急にお邪魔しちゃって。へえ、茶道仲間ね。じゃあ、お宅の流派は？え？じゃなくて流派。普通何々流ってあるでしょ。いい才能。ちょっと何言ってるかわからない。ふん。それじゃあマリーは？私は砂糖園。いや、それどっちも飲料水。24時間コンビニでお買い求めいただけます。はあ、やっぱ習い事自体嘘だったんだな。嘘なんかついてないもん。いつもヒロシさんの帰りが遅いから私寂しくてつい。おい、こっちは全部聞いてたんですけど。俺との結婚はお父さんを黙らせるための偽装結婚なんだってな。それは お願い、このこと家族には絶対に言わないで。ちなみにさっきのやりとりはしっかり録画してあるから。録画だと？それ盗撮だぞ。は？
ここ俺んちなんですけど、自宅に帰ってきてスマホを持ったらたまたま録画ボタンを押しちゃってただけなんですけど、これって犯罪なんですかね。なんでそんな用意周到なのよ。だってさ、こないだ酔って帰ってきて、みっちゃん大好きなんて言われたらさすがに疑うでしょ。え、私そんなこと言ったの。ええ、はっきりとそちら様の名前をな。バカ野郎。そりゃ俺だって愛する妻が浮気なんてするはずないって信じたかったけどさ、心の奥底じゃ不安だったのよね。だから何かあった時は冷静に対処しようって心構えだけはしてたんだよ。ま、そのおかげで離婚のための証拠は確保できたわ。正直俺の怒りはこんなもんでは収まりそうにありませんでした。どうにかもっときついお仕置きをしてやりたいなんて思っていたその時、ん？電話？もしもし？ああ、ひろし君、マリーに何回も連絡してるんだが電話に出なくてね。今日のマリーの誕生日パーティーなんだが、1時間後にそっちにお邪魔して大丈夫かな。はい、今日？あれ、誕生日パーティーは今日だったよな。お父さん違いますよ、パーティーは明日ですよ。なに？はあ、これはすま、完全に私の勘違いだった。久しぶりに家族全員集まっての食事会だから楽しみで、つい。いや待てよ、これはもしかして、ちょっと待ってくださいお父さん、やっぱり今日やりましょう。1時間ごと言わず今すぐ来てください。おお、そうか、それじゃみんなにもそう伝えておくよ。はい、お待ちしております。ねえ、今の電話誰だったの。義父からの電話を終えると俺はベランダのカーテンを閉めました。それから30分後、続々とマリーのご家族が我が家へと集結してきました。お邪魔します。うわー、これが二人の愛の巣なのね。とっても素敵なお部屋ですね。ありがとうございます。あれ、マリーは。ああ、マリーは飲み物が足りないかもってスーパーに買い出しに行きました。先に始めてくれってことなんで、とりあえず皆さん座ってください。そうして俺はカーテンの向こうにいる二人をよそに、マリーのご家族たちと美味しい食事会を楽しんでいました。1時間後。ねえマリー、まだ帰ってこないの。今日の主役なのにね。何かあったのかな。ここで皆様にサプライズ、こちらをご覧くださいませ。どうしたのよ、急に大きな声出して。一体なんだね。びっくりしないでくださいよ。それではカーテンオープン。え、マリー、てか誰その男の人。ちょっと、え、パパ。それにみんなもなんでいるのよ。ひろし君、どういうことか説明してくれる。どうもこうも見ての通りです。俺がいない間に男を連れ込んで二人で楽しんでたみたいなんですよ。おい、マリー、一体どういうことだ。彼はその茶道教室の友達よ。流派は伊佐衛門だったっけ。伊佐衛門、そんな流派聞いたことないぞ。おい貴様、隠れてないで出てこい。私もバカではない。何が起こっていたのか大体察しはついている。貴様、私の娘に手を出すとはいい度胸をしているな。実はマリーの父親は地主で、全国展開する100円ショップ大蔵の社長なんです。すみませんでした。この出来心でして。ああ、ほんの出来心で既婚者に手を出したのか。それは。その後もお父さんの容赦ない追求が続き、三尾は何を言っても恨みに出る始末。蛇に睨まれたカエルとはまさにこのことでした。今すぐここから出て行け。これ以上娘に関わったら日本にいられなくしてやるぞ。はい、もう二度と近づきません。え、ちょっと待って、置いてかないでよ。マジ信じらんないんだけど。まったくお前というやつは。何よ、
とはといえばパパが悪いんじゃない。何？私だと？そうよ、私はもっと遊びたいのに何がお見合いしろよ。私は私の人生を歩みたいだけなのに邪魔しないでよ。そんな風に思っていたのか。私にだって結婚相手を選ぶ権利はある。好きな人と幸せに生きていきたいの。マリー、でもあんた五股六股なんて当たり前じゃなかった？え？ちょっとお姉ちゃん何言ってんのよ。そうそう、この子は昔から都会引っ越してたもんね。こないだもバンドマン風の男の人と歩いてるの見かけたよ。はあ、それ本当か？何よ、そんな目で見てんじゃないわよ。そうよ、だってあっちから寄ってくるんだもん。断る理由なんてないでしょ。私はお姉ちゃんたちとは違う、鳥かごに収まるような人間じゃないの。ああ、完全に開き直りやがったな。まったくお前というやつは。そうか、わかった。それならお前とは今日で家族の縁を切る。え？鳥かごが嫌なんだろう。だったら自由に飛び立ちなさい。ちょっと待って、縁を切るって。ヒロシ君、本当にすまなかった。君はこれからどうするつもりなんだい？もちろん離婚ですよ。複数人と浮気された挙句 ATM 扱いされたわけですからね。しっかりと慰謝料も取らせていただきます。慰謝料？そんなの無理よ。私一度も働いたことないんだよ。一人暮らしすらしたことないのに慰謝料なんて払えるわけないじゃない。なも知るかよ、こっちには証拠もある。そんなごめんなさい。もうこんなバカな真似しないから。だから許してよパパ。ヒロさん、私を見捨てないで。その後俺は証拠の映像を提出し、無事に離婚が成立。マリーとあのベランダの真男から慰謝料300万をぶん取ってやりました。また実家を追い出された元嫁は安いボロアパートに暮らしながら慣れないアルバイトを始めたんだとか。一方俺はというと、今まで通り仕事に追われる日々を送っています。まあ女性にはコリゴリなので、しばらくは精一杯仕事に打ち込んでやろうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。